タシクマラヤは、インドネシアのジャワ島の西ジャワ州の都市である。タシクマラヤはイスラム学校が多いことから、千のプサントレンと称される。プサントレンは、インドネシアの寄宿制イスラム学校を表す。シュートバンドンから南東に1 2 0トル離れており、国道3号線が通っている。山の多いプレアンゲル地方に位置し、標高は3 5 1メートルである。 人口は2015年時点で719,528人である。タシクマラヤ自然域及びタシクマラヤ県都市アミス県の一部からなるタシクマラヤ都市県の人口は2010年時点で1339,891人である。1996年12月、タシクマラヤで大規模な暴動が起きた。警察の無慈悲な主張を引き金に、 4人が死亡し、教会や主に中国資本の会社が破壊された。視聴者も破壊されたと伝わっている。1990年代後半には、ジャワ島各地で宗教や階級で団結した暴動が多く起きたが、これはその最初だった。1982年4月5日、2 4トル離れたガルン群山が噴火し、ラハールや火山灰によって、 避難を強いられた。2009年9月2日、M7 の地震が発生し、多くの建物や市民が犠牲になった。2010年6月26日、M6.3 の地震が発生した。死者や建物の倒壊はなかった。2012年5月20日、M5 の地震が発生した。死者や建物の倒壊はなかった。二千十八年、タシクマラヤとバンドン環状二号線を結ぶ。 有料道路が建設される予定である。シベウレウムのウィリアディナタ空港は、現在軍用だが、軍民共用に移行する手続きが進んでいる。2015年3月までに許可が下りる予定である。1200メートルの滑走路は95人乗りのイズ、カーサ C-295 に対応できる。テンプレート、ウエストジャバ。ありがとうございます。